どんこちゃんめめです。今日も、スワップの解説やっていこうと思います。じゃあ見ていきましょうか。さあ、ぷよスタートですね。さあ、お互い同じ形だ、最初同じ形だったけど、ここで変わりましたね。俺が先寄りの土台。ちょっと青が、1列目と2列目の青がちょっと怪しいけど、さあ、ここででかいニラブッダ。まあ、これは割と有効ですね。相手の折り返しが、まあ、完成してない状態なので。しかし、スワップルールは1回消せば、振らない仕様なので。まあ、フィーバールールと同じですね、実質。クリペのフィーバーっていうルールがあるんですけど。まあ、このゲームにはないんですけどね。まあ、そのルールと実質同じですね。さあ、ここが切り替わり間際にティースピンダブルテトリスで、これは強いですね。それでコンボつけて、コンボ付きの BTB テトリスなんで、だいぶ強い。さあ、ここでデカめの2連鎖打ちたいが、3連になってしまって、さらに打てない。単発埋められてしまったが、これは、相手が埋まってるんで、有効ですね。4連なんで、相手4連打っても帰んないんで。まあ、そこにさらに本戦で追い打ちして、勝ちましたね、今のは。さあ、俺は先寄り GTR。相手は、まあ、熊積みからの後折りかな。一回単発打って、連鎖び紫。で、折り返し完成させて、あと頭伸ばししたいと思ったけど、まあ、しっかり81来ましたね。しかしこれ連鎖びの青吸っちゃったのかな。まあ、その分頭で伸ばしてるんで。さあ、これはちょっと STSD の、ちょっと弱点が出ちゃいましたね。STSD って穴次第でできなくなっちゃうんですよね。なので、できるだけその攻撃を受けずに発火した方がいいですね。できれば。攻撃を受けてから撃とうとすると、ああいう風に穴次第で STSD ができなくなってしまうので。まあ、そこがちょっと弱点なんですよね。さあ、これは81で撃ちましたね。相手単発置きミスか。さあ、緊急発火したけど、これは連鎖数で勝ってると思うんで、しっかりテトリスまでコンボ間に合った。あー、大美濃の置きミスがなければまだいけたかな。もう一回、大美濃の置きミスが致命傷になってしまいましたね、相手。さあ、テトスタートで。これはおそらく開幕パフェですね。このツモはパフェ済みにすると思います。お互い大きみさんなしで順調な立ち上がりで、ここで STSD。さあ、今度は穴子、来ませんでしたね。さあ、ティースピンダブル切り替わり間際に打って、相手は、2ライン消しの仕込みですね。なんで、少し来る。1段振りましたね。さあ、これはどうだ。これ、連結2連。連結2連、転廃して。さあ、赤埋まったぞ、相手。これはいい2連でしたね。で、しっかり本戦打って、相手が埋まったんで、あ、ここで一気に決めていきたいところですね。まあ、ぷよぷよ側が発火できないので、まあ、ここでテトリスで追い打ちしてしっかり致死量を送れば、まあ、勝ち確ですね。じゃあもう一つ見ていきましょうか。
相手画面と自分の画面両方見るのはやっぱり難しいですね。特にスワップとなると、ぷよぷよとテトリス両方見なきゃダメなの。開幕 TSD と、DT4 ですね。さあ、これ削ってから、テトリス。まあ、順調。さあ、しかし、Z ミンのミスった、俺。T スピンダブルでリカバリーして、これはアイミの間に合わないですね。さすがに間に合う。相手がちょっとレンチックに組んでるんで、これは、テトリスの地形的に言えば不利。さあ、俺が先寄りの不機嫌で、相手は、先寄り GTR ですね。これ一回二連打つ。連サビ加えて、相手撃ってきましたね。さあ、それに対してちょっと迷ってる。間に合わない。これはちょっと間に合いませんでしたね。時間が足りなかった。さあ、相手の連が強くて、これはきついか。さあ、考えてるけど、掘れるルートがないですね、ちょっと。掘れるルート見つけたとしても、おそらくこの量は返せる量ではないので、少なくともぷよ側で、次の手で発火確保しておかないと、かなり厳しい。さあ、これはどうだ？テトリス合わさって、あ、トリプル。D スピントリプルで、さあ、相手エルミノミスった。これは一方的に仕込んでるんで、相当有利ですね、これは。これはかなり有利。よく見て。さあ、全消し。これは強いぞ。これは、まあ、いい全消しの取り方だと思います。相手も全消しだけど、こっちがコンボ付きな上に、連結もでかいんで、大ってかもう相当有利ですね、これ。コンボつけて、さらに。まあ、勝ちですね、これは。やはりコンボをつくと火力が非常に高いんで、一方的にコンボつけるだけで、だいぶ有利になる。さあ DT4 対開幕 TSS か T スピンシングル、これ1回削って地形よくして、しかし相手穴いいんで、地形がいいがどうだ。 T スピンダブルこっち先打ちで、相手はテトリス仕込み。さあ、これ2連打ったが、この2連はちょっと微妙だぞ。あまり有効になんない。さあ、これはちょっと連鎖数で、これは負けてますね。これは不利ですね。しかし、テトリスの地形では有利なので、まあ全然いけるでしょう。まあでも言うほど相手も連鎖数なかったか。ここはしっかりアイミノまで掘って、相手も結構掘り連続いてますね。しかしこっちがテトリス仕込んだけど、相手は間に合わなかったですね。 T スピンダブルが間に合わず打ってきたの見て、俺も打ちましたね。こっちコンボついてるんで、だいぶ帰りますよ。赤玉と2段、赤玉と12個ですね。さあ、紫埋まんなかった。これまたコンボつけて、しっかりテトリスで追い打ちして刺していきたいところです。 S ミノできれば先に置きたかったけど、ホールドが反応してしまってアイミノが出てしまったパターン、これよくあるあるです。置こうとしたところに先にホールドが反応してしまうという、結構テトリスのあるあるなパターンです。さあ、パフェがあったけど間に合わなかった。相手穴バラ結構いってますね。これは割と有利になってそう。
ツインインパクト、ファンデーション。テトリスまだひどい。さあ、地形的にはだいぶ有利。ティースピンダブルから、テトリスが間に合わなかった。さあ、横になってしまったぞ。あれは痛い。テトリスのコンボつければだいぶ有利だったんですけど。ちょっと間に合いませんでした。さあこれすごい高い。2列目の青ハッカで、できれば連サビ紫つけたい、付け加えたいなと思ってるけど、ちょっと間に合わないですね。相手が7連鎖に対して、俺も7連鎖。しかし、これはまだまだ。これはまだ5部です。さあ、これは、T スピンフィンの先読み。T スピンダブルから、T スピンフィンと。フィンの先読みであります。さあ、これはちょっと相手が形辛そうなのを見て、5ダブ打ちましたね。まあ、3ダムの4しかないんで。あ、これは悪くない手でした。やだ、ひどい。まあ、いい判断だったんじゃないかなと。もっと相手 SM のミスった。やだ、ひどい。まあ、それが致命傷になっちゃいましたね。まあ、自分は、あえて、ぷよ側でコンボつけずに、次切り替わった時に、即打ちで有利取ろうと思ってたんですけど。相手がエスミノの置きミスして致命的で刺さってしまったと。まあ、とりあえずこんな感じでお疲れ様でした。もしよろしければ、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。